どうも、こんばんは、エヌムです。今回は東京グルリインボーク新春キャンペーン強敵チャレンジクエスト第3弾 VS 二松二色ということで、早速やっていきたいと思います。まあ、二色はね、普通にキャラとして強いんでね、まあどれも強いか、どれも強いわ。今まで出てきたやつ訂正する、強いわ。ということで、1体か。これ A、 待って、これ A の時も1体だったっけ。 A はね、オートで回してたんですけど、 A の時も1体だったかな、あんま覚えてないんだ。まあ、とりあえず硬いのかな、こいつ。スキルダメージ 30% カット、アタック 6000 アップ、クリティカル 60% アップ、ダメージ 30% ってことは、別にそのダメージがめちゃくちゃ通らないってわけでもないが、 HP が多いかもしれないし、硬いかもしれない。トカちゃんでは判断できねえな。あー、ちょっと硬いっすね。いやー、ちょっとじゃねえな、バリバリ硬いな。そっかそっかそっか、あのアタック6000本早急に剥ぎたいけど、まあトカちゃんおるし、なんやかんやで回復できるんかなと思ってるんやけどな。あー、ダリーな。次金木はまあスキブ使ってやるとして、まあこのターンはこれでいいか。次のターン多分回復できるし、何が飛んできてもね。まあ、あいつまずカグネ出すとこから始まるでしょ。 あいつはね、カグネを出すとこから始まるから。あ、そうか、そうだな。でもリゼ、あ、リゼをスキブ使うっていうのもありだな。ちょ、リゼスキブ使うか、せっかくだし。絶対そっちの方がいいような気がする。リゼスキブ使ってブレイクとアタックアップ。ああ、なるほど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 。これね、まだね、やらなくていいわ。まあ、こんな感じでシフト回復するし、まあ、次のアタック6000を確実に入りいきたいから、一回こう金木残して。いや、これあれか、これさてはノロ連れてきた方が良かったか、これ。ああ、アキラじゃなくてノロの方が良かった説あるな。一応トーカちゃん打っとくか、もったいねえしな。確実に金木でブレイクさせて、でここは次アタックのために残しとく。あ、これでいいはず。どうしようかな、リゼでいいか。まあピオラないと、ここはまあ次のブレイクのために金木のスキルは取っておくとね、いうことで。何回言うねん、大事なことなので2回言いました。何、あー、カグネ出したね、いいね。そうか、はは、え、待って、何、え、俺待って、ブレイクさせたよね今ターン。なんでこれ回復したの、え、謎なんだが、あいつカグネ出したら回復するの。俺全然使用読んでなかったから、は、マジかよ、打っとけ、まあいいや。どういうことやねん今の、謎すぎるべ。ここはどうしようかな、スキル打ってもいいが、いや打とう、めんどくせえこいつ。アタックアップ、あ、そんな強くねえな。こいつあれなのかな、カグネ出すと、つか錦、あ、強っ強かった、錦のカグネかっけえな。まだ効果続いてるはずだから、いや待って、上書きしとくか、一回打っちゃったけど。アキラ、これピヨってくんね、ピヨってくんねえか。あいつスキル打ってきた、普通にヤバそうな匂いするな。これスキブ使ったらどうなる、スキブ使って打ったらどうなるんだろう。ちょっと待ってよ、カネキのあれが溶けそうなんだよ。ちょっとスキブ使って打っとこう。ターン数数えてないから分かんないけど、カグネのあれが切れそうなんだよな。まあでも次で死ぬか、さすがに357万も出してれば。やばい、何、76000。はあ、大丈夫大丈夫、全然大丈夫。トーカちゃん HP に若干振ってるんでね、それぐらいの攻撃なら、まあ、耐えれますよということで。OK、 まあ難なくクリアできたな。まあ、今回第3弾にして周回楽そうだな、俺のパーティーでも。
まあ、今回もコーヒーなんだ。コーヒーだけど、まあ、SSR のコーヒーが落ちる。SSR のコーヒー落ちた今まで。前回もコーヒーだったよね。はい、ということで、あ、待て、スキルでフィニッシュ、オーバーキルフィニッシュしなきゃいけないのか。なるほどね。はい、ということで、今回は新春キャンペーン第3弾、強敵クエスト、強敵キャラ VS 強敵キャラクター第3弾2勝2式でした。皆さんはどんなパーティークリアしたんでしょうか。よかったらコメント欄に残していってください。というわけでお疲れ様でした。また次回の動画でお会いしましょう。